はいどうも、カードショップ山本屋の山本です。毎日 MTG 関連の動画をアップしています。よかったらチャンネル登録ご協力よろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキこちらです。ドメインダンプということで、はい、久しぶりですね。このデッキも豆抜きと踏み歩くものとゼンディガーへの進行、まあここら辺で土地を伸ばして怒りの大天使、アトラクサ、まあここら辺、あとまあ力戦の束縛、まあここら辺でね、パタパタっと倒していくデッキですね。さあそれではね、早速やっていきましょう。まあまずは土地をどんだけ伸ばせるか。はい、プレイ。名前でキープ。さっき出していきます。さあ豆の木を登れいきます。サターン終了。ん？ミラーかこれ。さあ群れの辺り。さあ豆の木を登れ。さあ力戦の速度。さあ踏み歩くもの。サタン終了。さあこれでお相手もブロックがねできるようになってしまったんですけども、さあゼンディガーの進行。さあだ、ブロックされてターン終了。さあ力戦の速度。さあ追放します。さあ群れの渡り。
さあ超歩兵出して登っていきましょう。束縛飛んできますかね。全部通れば勝ち。束縛来ちゃいましたね。サダック。ターン終了。あとは怒りの大天使。さあ怒りの大天使、不満を払っていきます。はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープ。さあ土地を出していきます。さあターンを終了。リリアナか。Nobody knows Dominaria's shadows like me. Drop it. やっぱり大ペース1枚になる。さあ豆の勢いを登れ。さあ力戦の束縛でリリアナを追放しておきます。 This isn't how things were supposed to go. うーん、難しいねこれ。いやー大天使いらんか。そう踏み歩くもの。ターンする。またリリアナか。厄介だな。サクリファイスマスビメイド。追放してしまうか。さあ桃の木登れ。さあニッサ
リーチャー出していきます。グリッサが厄介ですね。さあカード引いていきます。さあ超歩兵、サダック、サターン終了。さあカード引きます。さあまあでもニッサが死なん限りはという感じですね。さあターン終了。さあ1枚捨てます。さあダメージ食らいますけど、カード引いていきましょう。お、いいですね。さあ力戦の束縛、先に結構なダメージ食らうんだね。6点食らったらたまらん。いやもう先にシェオル、シェオルどかそう。ちょっとやばいわ、ダメージが半端ない。ターンもらいます。さあ洞窟探検、さあ踏み歩くもの、さあ全員で殴っていきます。さああと6点ターン終了。さあやばいのが来たぞ、またセオルか。まあでも勝ちかこれは。さあターンもらいます。カード引きます。
さあ怒りの大天使。さあライフ回復して奥義使っていきます。さあ高い。ありがとうございました。さあ7枚でキープします。あと打ち出してターン終了。とりあえず森持ってこい。まあこれで森持ってこんでもよくなりましたね。まずは平地持ってこよう。さっさと特別をぶち込んでいかんとダメですね。さあ踏み歩くもの。全部外の進行スマート。沼でいいか。さあアタック。豆の木を登れ。ガンガンアド稼いでいきましょう。太陽効果か。さあ怒りの大天使。さあ力戦の底がフラッパー。やるくもの。さあ怒りの大天使。削っていきましょう。さあ残す太陽効果が来る。うん。さあ、ちょっと待てよ。さあ、特別。まあ、墓地以外でいいかも。墓地は特に関係ないんだけどね。さあ、豆の木を登れ。
ターン終了。とりあえず一発殴りたいな。アトラクサがされちゃいましたね。きっつ。うわあ。どうするこれ。さあ投稿生成します。本当にというかカード引きたかった。さあ前回の進行。ターン終了。どうやって倒すあれ。まあそもそもハンコンあるから倒しようがないね。ライフレース的にも全くあれだし、もうどうせ殴れんしブロックするか。さあどうしたものか。こちらもアトラクサ引きたいですね。さあ天使サイクリング。さあサイクリング。なんだこれサイクリング。アトラクサ来たぞ。あ、終了。まあ向こうが何枚アトラクサ入ってるかですね。やばいな。イモデン来るかな。あー来ちゃった。耐えれるかこれ。わあ、さらに、さらに。いや、まあちょっとちゃんと考えようか。20の33、36。ということは、33。ダメか、こっちブロックだ。厳しいね。さあトラックス。するか。さあ力戦の職場。あトラクサどかせよ。でチョボヘ
サダック。さあ回復しつつブロッカーを出していく。ターン終了。いや、なんとかアトラクサは残ってほしいな。え、ボスエージ、あ、土地破壊できんのか。やっかた。どうする。まあ、しゃあない。あー、やられた。やられたが、やられたがだ。さあシンプルにこう殴ってきて、さあボスエイジでアトラクサ救出しましょうか。まあ、これでまだ束縛あったもん。それは知らん。無理だ。サブロック。さあギリ1点残った。あー、やられたやられた。うーん、入った入った。対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープ。あ、先行で豆の木あるんだったら OK でしょう。もう1枚土地くればね、全デカへの進行も打てるし。毒か。どうだろうか、間に合うかな。とりあえずエンディカへの進行は打てるが、あんまり一気に毒盛られると血統者来んなよ。せめて頑張れ。ああ、まあこれは全然関係ないな。 OK。さあ、ゼンデカへの進行。
風呂。黒青。まあ、ここで大ダメージは食らうけど。一回太陽効果で流します。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。ドメインランプということで、最近はちょっと珍しい気はするんですけどと思って使ってみたら、2回当たったね。ミラーがあった2回。まあね、それでもあんま見ない見ないけども、怒りの大天使もたまに見るか。やっぱりやっぱなんだかんだアトラクサ強いですし、豆抜き強いし、はい、ランプは安定感ありますしね。まあ次の環境はどこまで落ちるんだろうね。あ、もうそもそもで多分全然ダメだね。全然機能しないレベルで消えそうですね。もう力戦がなくなるんだっけ。まあかなり厳しそうですね。まあまあランプはいろんな形では残ってるとは思いますけど、はい、まあ、とりあえずね、環境末期なんで現存するデッキはね、いろいろやっていこうかなと思いますんで、はい、思い出のためにそんな感じで、ランプ好きな方はね、ぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。